コチカの大型種パッポラキュライセップスロンジェセップス。西インド用の沿岸域に分布するコチは、上から押しつぶされたような、平たい体と大きなヒレを持ち、海底に腹ばいになって生活する、海水魚の総称である。ネズミゴチ、マゴチ、メゴチなど、どれも外見が似ているが、目のレベルで異なる二つの分類群から構成される。熱帯から温帯の海に広く分布する。 全長5センチメートルほどにしかならないものから全長1メートルを超えるものまで多くの種類がある。多くは海岸近くの浅い海に生息し、河口などの寄水域にも侵入するが、水深200メートルから600メートルほどの深海に生息する種類もいる。生息環境も差底て、岩礁、珊瑚礁など種類によって異なる。上から押しつぶされたような左右に平たい体をしている。 体の幅は災害の部分で最も広く尾に近づくに従って細くなる。胸びれは大きくて丸く、すぐ下にこれも大きい腹びれがある。背びれは二つに分かれている。腹側は白っぽいが背中側の体色は周囲の環境に合わせた保護色となっている。砂底に生息するものは高褐色褐色の地味な体色だが、 岩礁やンゴ礁に生息する山鳥や、西木手栗など派手な体色の種類もいる。また、深海に生息する、ウバゴチや、アカゴチ、田カのメリなどは、赤っぽい体色をしている。多くは腹を海底につけて生活する、低生魚で海底に張り付くか、砂泥の中に浅く潜って海底に擬態し、獲物や敵の目を欺く。食性は肉食性で、五海、貝類。 頭足類、甲殻類、小魚など他の小型定性動物を捕食する。一方的はサメ、エイ、エソ、ハモ、ヒラメなどの大型肉食魚類で、小型のコチは、大型のコチに捕食されることもある。日本では釣りや、投げ網、地引き網、底引き網などで多く漁獲される。小型のものは食用にされないが、中型から大型のものは刺身、天ぷら、唐揚げ、煮付け。 魚肉練り製品の原料などに利用される。マゴジなど一部は高級魚として扱われる。関西では、ガチョウと呼び、夏の味覚である。コチ類はどれも似たような外見だが、カサゴモク、コチアモクと、スズキメ、ネズッポアモクの二つの分類群からなる。二つの分類間ではよく見ると、口の大きさや、体表の様子などが異なり、別の魚であることがわかる。 これらは、推定での生活に適応する過程で、平行進化を起こしたものと考えられる。以下、それぞれの分類について、日本近海産の主な種類を挙げる。マゴチ、メゴチ、ワニゴチ、ウバゴチなどは、カサゴモク、コチやモクに分類される。海底に伏せるマゴチこれらは、口が大きく、上あごより、下あごが突き出ている。頭部は、皮膚が薄く骨盤が発達していて、 各所に小さなトゲがある。代表は粘液が少なくザラザラしている。優勢千塾の性転換を行うので、オスよりもメスの方が大きい。1メートルほどになる大型種を含むのは、こちらの分類群である。一方、ネズミゴチ、ヨメゴチ、ヤマドリ、ニシキテグリ、イナカヌメリなどは、スズキモク、ネズッポアモクに分類される。コウアンテグリのオス。 背びれを大きく広げているこれらは、口が小さく、上顎が突き出る。頭部には骨盤がなく、災害の上に一体の太いトゲがある。エラ穴は、他の魚のように裂けず、小さな丸い穴で背中側に開く。体表は、粘液が多くぬるぬるしている。メスよりもオスの方が大きい。また、第一背びれの形や模様は、種類やオスメスによって異なり。 この背びれを広げて、求愛行動などを行う。錦手繰りへ竿を天野につけ、孫針は背に刺しておく。天野がそこについたら道糸の吹けを取り除き、竿で1メートルほどしゃくり上げ、1、2秒待ってからそこを引きずらないうちにまたしゃくり上げる。初秋のごちにりは、天野仕掛けが多く、狙い場は、差泥いに、根があるようなところ、差泥地の小砂利地帯などである。夜が明けて、 明るくなり始めた時から日の出までの時間と暗くなり始めてから完全に暗くなるまでの時間や曇り空の日が狙い時である。ありがとうございます。